とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩り5周、行きたいと思います。で、欲しい装備が、ウィザーアーマーなのよ。ウィザーアーマーなので、グリムガーディアンが落とすのよね。グリムガーディアンを、多めに、倒していきたいと思います。まあ、うまく出てきてくれればの話だけどね。あ、違う、これじゃない。グリムガーディアンが出るのは、どのセットだったっけ？ここあたりか？あ、出た出た。これね、グリムガーディアン。はい。5周頑張ってきまーす。では行くね。今日はこの呪いの斧使っていってます。で、呪いの斧を、輝き、雷、クリティカルなんだよ。この前までクリティカルじゃなくて、旋風が入ってたのよ。これが、クリティカルの方が全然いいっていうことなので、これに変えてます。で、あとね、この周回なんだけども、どれぐらい時間かかってますみたいに言われたのよね。これね、この装備、もうほんとダッシュしていくだけの装備でいけば10分ぐらい、1周10分ぐらいで、外れのところあるじゃない、古代人がいなくて外れの洞窟、あそこはね、お金に、お金っていうか金に余裕がある時にはもう行かないようにしてる。うん、あそこをね全部行っちゃうとむちゃくちゃ時間かかるのよね。一周に20分とか、それぐらいかかってしまうので、まあ、高速周回するために、金に余裕があるときは、あそこには、入らないようにしています。今回 44! チェスト 44! これ絶対外れじゃん！まあまあ、とりあえずね、回ってみましょう。おっと、あったね。しかも、グリムガーディアン。ナイスすぎる。もうね、このレベルだったら全然余裕で倒していける。あー、剣か。剣ですか。そうね、ここは、剣の、武器と、あとは、ウィザーか。そうだよね。一周目おしまーい。見てみましょう。いらないね。ノーマル品ばっかだな。ちょっとユニーク出て、ユニーク。頼むからユニーク出てきてくれ。あ、出てこない。いらないな。はい、2周目。おっと、ここは、なんだったっけ。あ、まあいいや。行きましょう。あ、エンチャンターか。はいはい。おい、ノーマルスケールメール。2周目終わり。今日もノーマル品ばっかりか、もしかして。いらない、いりませんね。おお、機械仕掛け。いやー、よくないな。刀、達人は、いやー、よくない。ダイナモか。よろしくないね。バトルローブ。微妙。微妙。微妙。おい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 。出ないぞ。おー。3周目いきまーす。来ました。ジャングルの雨。雨降っててるところって何だったっけ。ここなんか特徴あったもんな。誰だ。あ、こいつか。稲妻のごとき成長。山猫全然いらないやつ。山猫かよ。まあまあ進んでいきましょう。次はここか。当たりを引かないね。あ、こ
ここはここからね、数を減らしていったら楽だからね。特に花火なんかを使っていくとプラス25でも OK。 ソーブレード、まあまあいいんじゃない。なんだこれ、あのウィザーの呪いのやつがカウントダウンがない。ずっと HP が減り続けるぞ。なんだこれ、こんな無理やろこれ無理だ。一回死んだら元に戻るとか。これ、おお、どうしようもないぞ。戻るよね。ああ、よかった。なんだ今の。3周目おしまい。頼む。なんか来て。お願いだ。ノーマルか。よくない。なんか来てくれよ。頼むから。これ、どうなんだろうね。探索時に HP が回復するってやつ。どうなんだろう。いや、なんか微妙な気もするな。あれ使ったことないのよね。どうなんだろうね。全部いらない。もう、ノーマルしか出ないじゃん。きついね。はい、次。ここは巨人だね。巨人何出したっけ。何出したこいつ。まあ、いけ。なるほどね。これを出すってことは、あれか。騎兵のアーマーか。あれを出すのかな。ちょっとイマイチだな。それでは、4周目終わり。なんか古代人が出るのがあんまり出ないんだよな。微妙。おっと、シアダガー来てるね。シアダガーどうだ。おっと、黄金で輝きさんがついてる。で、エンチャントで、いやー、真ん中が微妙。真ん中がいらない。クリティカルがいいのよ。クリティカルがいい。で、一番右が、まあ、爆発でしょ？で、真ん中、なにこれ？チェーン？いや、意外とチェーンがいいのか？買っとけ。一応。チェーン、いや、どうなの？チェーンって。あ、浮いた！ウィザードアバー！いや、そうね。変更がない。変更がない。ポーションバリアはついてて、なかなかいいかなと思うんだよね。変更とクールダウンない。まあ、クールダウンはちょっと考えがあるから。買っとく？でもね、いまいちなんだよな。回避後に速度を上昇。あれか。テンポセフト？あ、違うな。まあいいや。これは悩む。悪くはなさそうなんだよね。悪くはなさそう。一応買うか。一応買え。はい、次。よろしくない。はい、次。勇者、いらない。はい、OK。ラストいきます。よっしゃ、来たー。ここ誰だっけ？もう全然覚えてない。どこだ？集中砲火か。こいつはどうだ？走ってれば攻撃受けはしないから、まあカバンビルドで行っても倒せそうだね。 OKOKOK、 ここはいけるわ。はい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 、蹴散らすぞお前たち。このレベルだったらもう余裕だ。おし、 OK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 。 でも、
そんなにいいやつじゃないな。次はウィーバー。え、ウィーバー何出したっけ。え、まあいいや、とりあえず倒せ。なあ、なんか弓出したような気がするな。ほらね、これウィーバーはさ、これどう攻略していくか。これはクリーパーが無限湧きするから、あ、そうか、ぐるぐる回って、ま、とにかく避けまくって爆発に巻き込んで倒していくって方法かな。普通に突っ込んだら間違いなく死ぬもんな。ちょっと難しいね。はい、では5周全部終わりましたね。最後のお店見てみよう。あー、ノーマル。お、あ、いやいやいや、クールダウンショットは入ってるんだけども、力の弓はね、弾数がね少ないのよ。え、どれぐらいだったっけ、力の弓の弾数って。26か。ちょっと使いにくそうだな。まあ、マルチショットも入ってるから結構いいと思うんだよね。マルチショットあって、そうね、ヒューズショットとかでもいいかな。いやー、悪くはなさそうだけども、そうね、これはちょっとやめとこう。次。おっと、締め具が来たよ。締め具が来ちゃったよ。で、闇のアーマー、あー、ポーションバリア、いいけども、やっぱり HP 吸収がついてないと、ちょっとね、今に合ってないんだろうな。締め具どうだ？エーリー、クリティカル、なるほど。悪くはないんだろうね。エーリーがついて、クリティカルでしょ？で、衝撃波。で、真ん中がね、凶暴化が入っても確か、締め具は、攻撃速度が上がらない気がする。となると、ダイナモ？ダイナモはね、まずもって向いてない。なので、エンチャントがダメだね。真ん中にね、旋風が入ってれば、全然良かったんだけど、あ、いりません。はい。いらない。いらない。いらないね。バンブルビーっていいよね。蜂召喚はね、ちょっとね、注目してる。これに、アクロバット入れたりとか。おーと、反逆者！あー、どうなんだ？あ、いやー、強いんだけどね。そうか。ダメージ軽減か。レベル2は 10% でしょ。わ、悪くないね。で、ポーションバリアついてて。で、真ん中が、これ、ロールか。いやー。ちょっと微妙かな。無謀とか入れても、ちょっと、よく、いやー、ちょっと待って。防御力を極上げすれば、いやいや、いやいや、HP 吸収ないとダメだよ。ダメダメダメ。間違いなく耐えれないと思うから、やめときましょう。はい。よくない。ということで、今日の出たやつ見てみましょう。これ。はい。9個、うち2つは買ったから、7個だね。最近本当にね、古代人の出方が悪い。本当に悪い。下から見ましょう。剣。もちろんいりません。スケールメール。もちろんいりません。山猫のアーマー。ダメだね。やっぱ HP 吸収がないと、ちょっと今のところ使う気になれない感じです。はい。ソーブレード。もうすでにいいの持ってるけども、いらないね。いらないね。全然いりません。失われた魂の棒をノックバック。そうね。クールダウンショット入ってればいいかなと思ったけども。いや、良くない。いりません。
グリーンメダス。いらない。はい。で、結局残ったのは、購入したシアラガ。そして、ウィザーのアーマー。です。ちょっとウィザーのアーマーこれどうなるかわかんないけども、ちょっと使ってみようと思います。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。